エフライム・モーシェリリエンはドイツなどで活動したユダヤ人画家、イラストレーターである、アール・ヌーボーのスタイルのイラストレーションやポスターを描いた。シオニズム運動に参加し、1903年にエルサレムに設立された、ベツアルエル美術デザイン学院の設立に関わり、創立直後に短期間を教えた。現在のウクライナのドロホブ1に生まれた。当時、ドロホブ1は、 オーストリア・ハンガリー帝国の領土であった。父親は木工職人で裕福な親戚の支援で1889年から1893年の間、クラックフの美術学校でポーランドの画家、ヤン・マテイコに学んだ。美術学校で賞を得てウィーンに留学するが、資金不足で1894年にはミュンヘンに移り、数年後にはミュンヘンの雑誌、ユーゲントや、 スードイチェポステレオンのイラストレーターとして働くようになった。1899年にはベルリンに移り商業デザイナーとして評価されるようになった。シオニズム運動に参加し、1906年から1918年の間に何度かパレスチが訪れた。シオニスト会議にも参加し、1905年の第7回シオニスト会議では、 彫刻家のボリス・シャッツと共に、ベツアル・エル・美術デザイン学院の創設のための委員会のメンバーに選ばれ、シャッツと共にエルサレムを訪れた。1907年に30人の学生と学院が開校された後、短期間学院で教えた。第一次世界大戦が始まると、40歳を超えていたが、オーストリア・ハンガリー帝国軍に志願し、トルコ方面や中東に派遣され、 戦争の情景を描いた。ウィーンに帰還した後、オーストリア政府やトルコ政府から厚労省を授与された。1923年にニューヨークで個展を開いた。1924年に病気になり、1925年から南ドイツの保養地バーデンバイラーで療養したが、そこで死去した。ありがとうございます。